洒落たレストランにでも行った方が良かったかな。うん、その何倍も嬉しいです。男の人にご飯作ってもらうなんて初めて。あ、今度徳島に来ませんか。あ、もっと生きのいい魚で作りますから。阿波踊りも一緒に見ましょうよ。踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らな損損でしょ。踊らなきゃダメなんじゃない。そうですね。じゃあ一緒に踊りましょう。だったらそれまでに振りを覚えて特訓しとかないと。だったら僕もしっかり踊れるように体鍛えておきます。美味しかった。ほらもう食べちゃった。あっという間。片付けは私がしますから。あ、いや座っててください。さっさとやっちゃいますから。いや僕やりますから大丈夫です。お父さんとそうなったのはたった一度だけだった。その結果、咲子、あなたが私の中に宿った。運命だったって今思うの。だってね、こんなこと娘のあんたに言うのは恥ずかしいけど、お父さんは他の誰とも違った。本当に本当に優しかった。お玉ないかな。お玉、お玉。おはよう。ご飯できてますよ。お味噌漬けももうすぐ。すごいな、ちゃんとしたご飯だ。いただきます。いただきます。早く目が覚めちゃってごめんなさいね。冷蔵庫の残り物見繕って、じっとしてられない性分なのよ。あれ、写真見たんですか。綺麗な人ね。気にしないでください。一度見合いしただけの相手ですから。でもお母様はご心配でしょ。跡取りなんですもの。早く落ち着いてほしいのよ。何時ですか帰りの電車。早くご飯食べてさっさと片付けちゃいましょうね。徳島に来ませんか。あなたの事情は分かってるつもりです。行くところがないんだったら徳島に来ればいい。それは僕も先々のこと今ここで簡単に約束はできないけど、でもあなたともう少し一緒にいたい。あなたのことを知りたい。私は芸者ですよ。一回寝たからって負い目を感じる必要はないんですよ。負い目なんかじゃない。
そんなんじゃない。ただあなたとこのままこんな風に別れたくない、それだけです。一緒にいましょう。徳島に一緒に行こう。ごめん、お待たせ。遅えよ。よかった、来てくれないかと思った。1週間お休みをもらってきました。え、お休み？井戸っ子が箱根から西に下るっていうのは大変な決心なんですよ。徳島が本当にいい町かどうか今回は下見するつもりで行きます。下見か。行けませんか？じゃあ気に入ったら徳島に住んでくれますね。冷凍みかん食べなさい。お外行きましょう。船の中で過ごしたお父さんとの時間、あれが本当だったなんて今でもまだ信じられない。お父さんはしょっちゅう笑ってた。あんまりいい笑顔で笑うからお母さんも先のことをくよくよ考えるのはやめにした。この人と一緒なら私は幸せでいられる、それでいい。奇跡だって起きるかもしれない。私ね、新婚旅行で船に乗って世界一周するのが夢だったのよ。そう、夢が半分叶ったからもういつ死んでもいいかな。死ぬなんて言葉を不用意に使っちゃダメだ。死っていうのはね、尊いものなんだよ。人間の一生で一度しか訪れない大事な瞬間なんだ。でも死体は見られたもんじゃないんでしょ？そうとは限らない。検体って聞いたことある？検体？自分が死んだら医学のために役立ててほしいって遺体の提供を生前に申し込んでおく人がいるんだ。メスを入れるとき僕ら医師は手を合わせて頭を下げる。お体を使わさせていただきますって。うまく言えないけど、そういう時人の体がものすごく気高いものに見えるんだ。輝いて見えるんだ。あ、ごめん、場違いな話しちゃって。うん、あなたって本当にいいお医者様なのね。死ぬ時はできることならあなたみたいなお医者さんにかかりたいもんだわ。ほなけん死ぬ死ぬって。ほなけん。あ、出た。いや、あの山見たせいかな。あの山？あれ、眉山って言うんだ。眉山？眉の山って書いて眉山。徳島だったらどっからでも見える山なんだ。あれ見ると、なんか帰ってきたなって気になるんだよね。そう。
ごめん、この祭りのおかげでなかなか宿が取れないんだ。そう。あ、うち来る？え？あ、うちここから汽車でちょっと行った藍住町ってとこなんだけど、電話してくる。待って、せっかくのお祭りだし、もう少し二人でゆっくり楽しんでから。そうだね、じゃあそうしよう。ちょっと待って、カバン出して。おじさん。あ、小次郎坊ちゃん。久しぶり。これ預かっておいてもらっていいですか。ああ、よろしく。ああ、小次郎坊ちゃん。いいの。ほんと、どこ行っても練習してるのね。でも本番は夜だから。本番夜なの？うん、この先にある演舞場っていうところで、もっと大きなところでやる。え、踊れって。よし。ん？あ、かき氷食べよう。食べない、ここが痛くなっちゃうね。今ちょうど大きいのが城山公園っていうところでやってるから、行ってみようか。そうなの。すごい。そろそろ行こうか。こうやん、おい、こうやん、帰っとったんで。あ、えっとぶりやな、相変わらず男前ないか。アホ、世辞言うなよ。昼のフェリーで着いたんか。あ、おかん家で待っとったで。なんで早く帰ってこんねん。秀子さんと一緒にお前の好きなよしこのやら坊主きやらようけ作んでおったで。秀子さんもお前か。なんや、お前が俺のうちに仲良くなってな、あの二人。今日もお前が帰ってくるって言うけん楽しみにしとったんよ。こんなとこにおらんと、早く帰ったり。おい、田畑、行くぞ。おう、ほらな。隣の家の幼馴染。秀子さんってこの間の写真の人？